俺の名前は佐々木剛。ねえ、お願い社長。見ての通り、人生の勝ち組になった男だ。俺はラブホテルを経営する会社の社長。人生って本当にちょろいな。うちは年間利益は100億円だ。俺は世間で言う大成功者ってやつだな。ラブホテル事業といってもピンとこないやつも多いだろうから簡単に説明してやろう。仕事は主に清掃とフロントの2つに分かれる。フロントは主に入り口での接客だ。いわばホテルの顔だな。いらっしゃいませ。楽しみ。チャネルのバッグ買ってよね。まあそれはそれは、いろんな客が来る。続いて清掃だが、風呂場、トイレなど部屋中の清掃、そしてベッドメイキングまで一部屋一人で行う。なんで排泄物があるんだよ。汚物なんかが撒き散らされていることもあり、超ハードだ。清掃は時間が命。一部屋約30分で終わらせなければならない。急がないと急がないと。次の客が待っていることも多い。ラブホ待たせるとすげえ怒るんだぜ。清掃中に隣の部屋から混ざってほしいと頼まれる例もある。あの3人でどうですか。はあ、いつ何が起こるかわからない。まさに戦場だ。今やラブホチェーンのナンバーワンの企業になりやがった。ここまで簡単じゃなかったぜ。そう、たった数年前、俺は人生のどん底にいたんだ。高卒で工場勤務だった俺は会社に馴染めず数年で辞職した。クソが、全員見返してやるからな。俺は人生を逆転するため企業を決意した。友人がホテル経営をしていたこともあり、俺は知見をもらってラブホ経営に乗り出すことにした。見てろよ、ラブホ王になってやる。偶然出会った優秀な秘書杉山千尋と共に第一歩を踏み出したのだ。俺にはラブホ経営の才覚があり、会社はメキメキと成長した。いける、いけるぞ。はい。しかし俺は気づいていなかったんだ。なんで汚物あるんだよ。きったね。会社の利益だけを追求した結果、社内環境が地獄沼と化していたことに。おい、なんであいつ電話出ねえんだよ、クソが。また教え不通ですか。ある時から急激に社員がバックれるようになったのだ。社長、僕も限界です。もうこんな過酷な環境耐えられません。待て、ちゃんと話し合おう。日常的に他人の汚物を扱う環境、彼らへの心の配慮がおざなりになっていた。古参社員まで辞め始め、経営が窮地に立たされた。しかしその時、あ、そうだ、天から最高のアイデアが舞い降りたんだ。今日から仲間になる子たちだ。みんな仲良くするように。おお、天からのアイディア、それは美女で過酷な職場を癒すことだ。どうも。金ならいくらでもあるからな。田中さんって本当に仕事できますね。あ、どうも。簡単に辞められてたまるかよ。社内の離職率は狙い通り激減し、事業も再び軌道に乗った。そしてこのアイディアには最高の副産物があった。浜田君、今夜ディナーでもどうだ。あ、はい。勝負下着で頼むな。そう、俺は社長。つまりこの美女たちは俺に逆らえない。これまでひぼての人生だったが。社長、資料にハンコをお願いします。そんなことより今週北海道旅行でも行かないか。な、全ての美女が俺の言いなりだ。一方で社員には、おい山田、お前もっと営業してこい。はい。当然プレッシャーをかける。利益を出せなければ存在価値なしだ。無能な人間は死ぬ気で働いてもらう。こちらの資料ご確認お願いします。なあ、見せてみろ。人生って本当にちょろいな。この先俺は安泰、そう思っていた。しかしある日。社長、私たち全員会社辞めます。は、どうしたんだお前ら。突如たくさんの社員が辞めると言い出してきた。あなたはきつい仕事を全て社員に押し付け、女たちと遊んでるだけだ。社員はあんたの駒じゃない。あんたは社長の器じゃねえ。な、お前ら。大量の社員に辞められては経営が立ち行かない。わかった、女たちを解雇してお前らの給料を上げる。それでどうだ。な、美女なんて無限にいる。ナイスアイデアだ俺。待ってください、言われなくてもこんな会社辞めます。は、浜田、あんたって人は本当に最低だ。こんな会社クソくらいだ。俺は必死の思いで初期メンバーの杉山に泣きついた。杉山、お前は違うよな。なあ、ここまでですね佐々木さん。あなたは変わってしまった。杉山にも見捨てられた。それからのことはあまり覚えていない。社員が全員辞めて、もちろん社は倒産。なんでこんなことに。俺はフラフラと街を歩いていた。その時突然股間に激痛が走った。息子を内部から焼かれるような強烈な痛み。俺は白目を向き気を失った。先生、患者さんが泡を吹いてます。これはまずい。尿路結石が重症化して敗血症を起こしている。そのまま俺は死んだ。もっと誠実に経営すれば、社員としっかり向き合っていれば、美女に囲まれてずっと社長のままいられたのだろうか。ねえ、お願い社長。刹那的な映画だった。失ったものはもう元には戻らない。トーストーリーのように簡単に社長になって、美人に囲まれて大金持ちになれるアプリゲームがある。その名もお願い社長。短時間でガンガン金を稼ぎ、巨額の利益を出せ。
競合企業と駆け引きをして自社をどんどん成長させろ。事業拡大、不動産購入などビッグな経営判断も君がするんだ。美人秘書も雇えるぞ。自分だけのビジネス帝国を作り上げろ。概要欄よりダウンロード。